はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。皆様いろいろご心配をおかけしていましたが、すでに喉の方は回復しておりまして、いろいろ考えるところもあり、デビュー動画だけは私の声で伝えられたらと思っています。今回は虎に翼第12週のトピックスや感想、そして視聴率推移や次週の見どころについて皆様と共有したいと思いますので、よろしくお願いします。第12週トピックスはやはりこの人の最後、はい、母春の最後、直子との最後とは一味違うものとなっていましたね。そして他人の道をも気にかける母性あふれるものとして描かれていたのではないでしょうか。智子の一存で連れて帰った道を、繊細孤児の道を命めけで面倒を見ることにすぐ賛成してくれた母春ですが、ある騒ぎを聞いて駆けつけた春は道をに疑いの目を向けてしまいます。このことで怒って出ていく道を、春が道を放っておけなかったのは長男の直道が生まれた時の名前の候補だったから、勝手に息子と重ね合わせたのは私なのに道をにあんな目を向けてしまうだなんてと後悔する春、その春が倒れてしまいます。春は思い残すことはないと言いましたが、花江の機転の良さから智子は道を家に連れ戻します。春は道夫の方に手を当て抱きしめる。あなたにしてあげたかったこと、よくここまで一人で生きてきたね。唯一の悔いであった道夫への思いを晴らすことができましたね。終始コメディタッチで描かれていた父直子との最後とは対照的に描かれていたのも非常に印象に残りました。はい、その他のトピックスは先ほどのトピックスともつながってきますが、道夫役の和田伊織さんの演技力ですね、非常に圧倒されるものが あったのではないでしょうか。道夫は特に大人に対して心を閉ざしますが、人懐っこいところもあり、命目家で家族の温かみに触れる道夫の繊細で複雑な心境が伝わってきました。特にこのシーンですね、道夫を見つけ母に会ってほしいと伝える智子と道夫の掛け合いでは、カメラは智子より道夫に多く焦点を当てた撮影になっていたのも和田伊織さんの演技力によるものだったのではないでしょうか。将来朝ドラで大役に抜擢される予感がしましたが、皆様はどう感じられましたでしょうか。私は横浜流星さんが出だしの頃をちょっと思い浮かびましたね。余談ですが、ドラマの最後に視聴者の投稿が紹介されますが、この猫の写真ですね、これは石田ゆり子さんが飼っている猫の写真で、石田ゆり子さんが投稿したということだったようです。はい、それでは視聴率の方を見ていきましょう。第11週6月10日から14日の週平均視聴率は世帯当たり関東地区が 17.3% と、これまで最高だった第9週の 16.9% を上回り、番組最高を更新したようです。第11週では裁判官編が始まり、沢村一樹さん演じる工藤や滝藤健一さん演じる滝川などユニークな新キャラが登場となっていましたね。それらの効果があったのではないでしょうか。それでは最後に次週の見どころですが、第13週の見どころは2つ。1つ目は智子と再会を果たした人物とその一家が裁判沙汰の問題を抱えますが、その決着が思いもよらないものになっていくという点ですね。2つ目は家庭裁判所の PR 活動について描かれていく部分です。
はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。